どうも、ファーストベットのゆうやです。いきなりドライフラワー流しながら花束渡したらドライフラワーじゃないかいって突っ込むです。はい、ということでこの企画なんですけど、禁断ボーイさんがうっせぇわという曲で同じような企画をねやっていて、そちらの企画をちょっと参考にして今回は僕がドライフラワーバージョンで企画を考えてきました。で、今回は今大輝の家で撮影してるんですけど、大輝だけ下にいて、あとのメンバーはまだ来てない状態なんで、今回はねこの花束を使って来たメンバーに流しながら花束を渡します。まあそのね時にどういうツッコミが来るのかっていうのをね楽しみに待ちながらこの企画やっていきたいと思います。まあでも一番最初が大輝だから、その後のね順番を北順にどん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 やっていくんで、まあ大輝がねどういう風なツッコミを見せてくれるのかでこの後のハードルが上がると思います。ってことで早速やっていきまーす。ベッド、いつ来るかな。大輝大輝大輝、こっち来て。どうしたどうしたどうした、カメラ回してる、カメラ来て、やばいでしょ。はい、カメラ、こっち来て。なになになに、めっちゃ怖いんだけど。カメラも回ってるしね。そう、まあ、ちょっと急なんだけど。これいやいやいや、まあ、まあ、増加だし、まずこれ、増加だし、うん、その前に俺ん家勝手に上がるな。ごめん、あのお母さんにあの開けてもらっちゃいました。勝手に俺の許可取れちゃう。いや俺の部屋使うんだな。ごめん、あのお母さんがもう使っていいよっつって開けてくれちゃいました。ガバガバですね、セキュリティ。はい、ということでね、来期はね増加回ってツッコミでした。ありがとうございます。いや増加なんだよこれ、うん、増加メンバー。俺のリビングにあるやつね、これ。俺ん家のそれもパクりました。勝手に取んな。はい、あーもうこれ警察通報します。やめてください、ごめんなさい。ビビったマジで。そう、勝手にね、まあ大輝のお母さんに連絡したら、いいよいいよ、上がっていいよってもらって上げてもらっちゃいました。ビビった。いや、もうこれってことで、大輝はね、まあツッコミのハードルがまあ今回ここで大輝の決まったから、この後これメンバーに同じことやります。あ、同じことやんだ、みんな。大輝は言わないで。オッケーオッケー、それまでちょっと待っていきたいと思います。でもお前はおかてびっしょー、何おかて、何おかて、何ラバー見たい。あのドライフラワーじゃないや、まず。いやいやいや、まずドライフラワーじゃないし、重い重い。普通に普通に重い。そ、まあ、れはね、うん、大輝しかパクってくれて、裏前で言うと、うん、これお姉ちゃんの結婚式で使った花なんですけど、うん、お姉ちゃんの出生体重と同じ重さです。お、やめろ、気まずいやん。お前もう出生体重なんで。だからこれ重いって言った時点でもうお姉ちゃん重い。そうですよね、はい、いや、本当にお願いします。マジでごめんなさい。いや、これどういう企画？メンバー来るからちょっと待ってて。あ、そういうことね。え、これ大輝もやったの？俺もやりましたけど、うん、俺はまだ知らされてないです。あ、そうなんだ。じゃあとりあえず、じゃあ他のメンバー待っていきます。待ってきます。はい。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい。おはよう、失礼します。はい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。カメラ待ってください。どうも、ゲットのフミヤです。なに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 、ここやっぱ、うまい、やっぱリーダーだね。俺とかは、俺とかも、ハスベットの人です。なんなら俺、挨拶なしです。あ、そうなの。いくらは見たい君との日々も、きっと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 、ゆうやに返す。返さなくていいんだけどね。返さなくていいんだけどね、ちょっと。返さなくても困っちゃうんだよね、これ。え、なに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 、どういうこと、どういうこと。いや、まあ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 。え、ゆうやのカラオケこれ。カラオケのこれ。違う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 。大丈夫、ありがとう。は、大丈夫か。いや、確かにわかんない。あのね、出番終わった。ありがとう。は、はい。うん、ありがとうございます。
とりあえずなんかメンバー全員が撮るらしい。あ、そういうこと。そう、まあよくわかんないけど、まあ、これちょっと重いか確認してみて。結構重たくね、うん、あ、お前やったね。いや、これマジ重くね。これはお姉ちゃんの出生体重と同じ重さ。あ、そうなんだ。結婚式でこれ使ったんです。だからお前はお姉ちゃんが軽い。やっぱ軽いなと思った、マジで。結構マジで軽いなと思った。あの赤ちゃん重くていいのよ。軽いは逆に病気だよね。でそれを踏まえてどっち軽いなって。じゃあ最後言う、黙って。はい。え、ぶっちゃけさ、この正解は何？あの、それも言っちゃいけないのか。そう思うもん。なんかしかもいきなりやられたから、何が何だかめちゃくちゃ分かんなかった。まあ分かんなくていいんだよ。まあ、己の技術が試されるんでね。技量がね、うん、これ一応オーダーして作った。オーダーメイドの。オーダーメイドオーダーメイドの敵だね。これ見てください。ファーストベース書いてあるって。いや、マジこれは。どう？おはよう、座って。こくさ。荷物置いて、はい、マスク外して。メガネ外して、はい、メガネ外さなきゃダメ。ダメ。今日ちょっと真剣だから。うん、マジ結構真剣だから。でも遅刻やん。やばいよ、めちゃめちゃ遅刻してるよ。よくその面でこれ。今何時だっけ。結構真剣なの。ほんとにフミヤの顔見て。フミヤの顔見て。で、挨拶して、挨拶。ゆうたです。ドライフラワーみたい、君との日々も。隠れんぼなんかしてないで、もういいやって。ドゥルル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 。いや、全員受けたよ。なんで嘘ついてるんだ。はい、ということで本日の企画、いきなりドライフラワー流しながら花束渡したらドライフラワーじゃない芸に突っ込んでたー。わかんないっす。いや、わかるわけないやん。何その企画。いや、増加ね。うん、大輝の。俺それ言っちゃった。これね、今日大輝の家に不法侵入しまして、うん、大輝ママから許可いただいたんですけど、リビングにあったこれをパクってきました。うん、いや、犯罪だよそれ。前回2犯。え、一般で、ごめんなさい。はい、どうしてくれんのこの武器。絶対謝って。かくれんぼなんかしてないで。で、どうにかなります。ちょっとなかったから、じゃあどうにかしてくれ。ドライフラワーみたい。マジ地獄絵図。本当に。え、で、とりあえず、うん、さあ、まあ全員の見てたわけじゃん、うん、大輝はどんな感じだったんですか。めっちゃ気になるわ。大輝ね、ひどいよ。どんな感じだったの。ゆうやにひどいって言われるぐらい。やってあげて。これ俺が渡しました。うん、増加じゃん。え、増加じゃんだった。ガチ。うん、てかさ、ツッコミのセンスなさすぎない。しかもガチで。そこの後に、うん、え、なんで家にいるのみたいな。まあ、家いるし俺、うん、やばい、めっちゃ恥ずかしいわ。これ動画でちょっと楽しみにしてて。めっちゃ恥ずかしいです。めっちゃ恥ずかしい。え、俺ちゃんとドライフラワー突っ込めてる。まあ、勇気どうですか。でも、突っ込んだろ。ドライフラワーどんな感じ。なんかこう、渡されて、うん、え、いいみたいな。もう、最初戸惑いがかっちゃって、うん、急に歌い出すから、え、ドライフラワーじゃないやみたいな。ちょっとなんか、爪痕残せない感じだったみたいな感じ。なんか、バチッと決まってなかった。そうやんわり言って。でも一番勇気がちゃんと来てたかも、このこれに対しては。あ、正解に近かった。違う、いや、俺 FB のツッコミだからね。違うじゃん。プライベート、じゃあプライベートではボケだけど、 FB のオフィシャルではツッコミ担当がいい。なんでそんな無理してんの。無理してんの。やめてよ。マジで熱い。俺は結構良くなかったわ、なんか、まあ、そのツッコミの企画にあれに関してはあれだったけど、ごめんね、俺フミヤ一個も言ってない。まあ最後言うて、最後のインパクト強すぎたわ。だってうっせぇは歌ってんのもん。それが俺じゃない。ゆうりさんに沿ったんだけどね、曲違かった。隠れんぼしてたね。隠れんぼしてた。受けも隠れんぼしてた。はい、あ、笑って、ここ笑って。
で、まあじゃあ最後、まあ、その模範解答のユーリの、ね、そう一番企画を持ってきたお前がもうこれちょっと最後正解やって番を落とせばいいんじゃないか、うん、いけるいけるマジかませよ、うん、回だけかませよ、うん、このうざさわかんないから視聴者このカスパチンいくよ俺やってやったような顔で、かましたいということで、じゃあ模範解答いきますか、はい、見せてくださいじゃあ模範解答お願いします。次回はドライフラワーから何も聞こえなかった今これはドライフラワーから行くからいくよ。ドライフラワーみたい君との日々もうっせぇうっせぇうっせぇわうっせぇわ